はいどうも、サオでございます。本日はですね、武器の作り方がよく分かっていない人のために、解説する、まあ、本当に初心者向けの動画になってます。ではね、まず、武器の入手法なんですが、武器は、この覚醒素材の武器をね、ベースに強い武器を作っていくのが現状は良いとされています。ただ、地図でね、課金地図というものがあって、秘められし武屈っていうこの、960円のパッケージについてくる武屈の武器もかなり強いんですが、現状これレベル上げるのが難しく、武器のレベルは、同じ武器を合成することによって1レベルが上がると。で、最大99なので、まあ、99回同じ武器をゲットする。なので、この武屈の場合、これ貼り付いてないといけないですね。もしかしたら遠征で手に入ったりするのかもしれないけど、この武器自体が。ルネッタの覚醒武器とか、このキャンディー系、まあ、スピード下がってしまうんですが、この、リング上の攻撃の火力が高いので、まあ意外と使ってる人も多いかなって思います。例えば、じゃあキャンディーロットをね、作るっていう体で、説明していきます。で、まずキャンディーロットをドロップするためには、もちろんこのクエストをクリアしなきゃいけないわけです。まあクリアしますと。で、ドロップしました、装備させましたではなく、装備は、ここのね、下にこの3つの丸があるのがわかりますか？この3つの丸は、マテリアをセットする枠になってます。で、この枠は、ランダムで、ドロップした武器に空いてるかもしれないみたいな感じですね。これ1個空いてる武器なんですけど、まあ、空いてるやつがあるんですよ。で、それをまずゲットする。まあ、周回して、空いてる、穴が空いてる武器をゲットする。まあ、最低2個ぐらい空いてて欲しいんですけど、まあ、とりあえず穴を、が空いてる武器をゲットする。はい、ここでね、非常にありがたいシステムなのが、武器は、同じ武器で、レベルを上げられると言ったんですが、まあ、強い方のね、武器が後から手に入った場合って、またレベル上げ直しかよ、みたいな、仕様は、このゲームにはありません。強い武器は、こっちも空いてないですね。空いてない。強い武器が後から手に入ったとしても、もともとこういう風に空いてないものをね、強化してレベルを上げておいても、こちらの方の弱い方のもともと持っていた武器を素材にして強い武器、スロットが空いた武器に合成することによって、このレベルはね、引き継がれます。今僕がこの稲荷の、持ち武器を、スロット3個空いてるものをゲットしたとすると、スロット3の方を育てたいので、スロット3にこのレベル2の方の武器を、ぶち込むわけです。するとレベルが3になります。そういうことですね。まあ、武器のレベルの上げ直しは考えなくていいので、とりあえずレベル上げといて、スロットが空いてるものが出たらそれを素材にしないで、それを元にして、元々作ってた弱い方の武器をぶち込むっていう、周回方法ができると思います。はい。で、ここまでで、スロットが空いてる武器とレベルの上げ方を説明しました。で、最終的にまだやることがあり、今度は、マテリア採掘場ですね。これマテリア採掘場は、モンストで言われる、まあ、実のようなものですね。で、実のようなものを、クリアすると、先ほどのルネッタの武器についていたように、こういうパワープラス2000とかそういうのを、付けられます。ダンジョンが終わった後、ドロップしたものに、ドロップしたものによるんですけど、プラスのステータスがつく、マテリアを装備することができます。で、これ装備しなかったマテリアはどうなるかっていうと、この潜在解放。強化、強化。と、潜在解放の、オーブになります。で、光のオーブとかこの辺ですね。で、これ課金のオーブですね。ガチャが被った時のオーブ。だからラックはガチャが被らないと上げられないんですが、潜在解放は、マテリアの残骸を使って、レベルを上げることができるわけです。まあ、つまり、まあ、そのスロットを埋めていくのと、潜在解放は並行して行った方がいいっていうわけですね。しかも、すべてのキャラの武器に、連れて行ったキャラの武器に、スロットが空いていれば一気につけることができます。モンストだと戦闘のキャラしか、身はつけられなかったと思うんですけど、このゲーム一気にマテリアをつけることできるので、まあ意外と
そのマテリアの周回は結構いろいろな旨味があるっていう面を持ちますね。まあ、なのでまずやることは、スロットが多く空いてる武器をゲットし、レベルを上げる。で、マテリアをセットする。で、同時に潜在解放も行うっていうのが、武器の作り方になってます。はい。で、強い武器ちょっとざっと紹介しておきます。回った方がいいクエストですね。で、イベントカレンダーの方から性能も見ることできるんですけど、まあ、基本的に、強い武器はルネッタのさっきのキャンディロットとか、あとは、ま、剣。大体剣の、剣系のやつは非常に使いやすいので、まあ、属性気に入った武器あったら作ってしまってもいいです。剣は基本的に強いと。で、あとはね、まあ、コンラッドのバルムノートとかも、イカズチ系で強く、まあ、あと、新しい武器でヒナのね、サイレントキラー、こちら光属性でかなり強い系の武器になっているのかなって思うので、まあ、サイレントキラー、稲荷とかヒナとかゲットした人は、まあ、こちらを、周回してスロットを開けて、マテリアを入れるっていう作業をね、やってみてもいいかなって思います。はい、今回はね、武器の作り方でした。参考になりましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。また生放送とかやってるので、気軽に周回目的で、覗いてみてください。ご視聴ありがとうございました。いい素材見つけて帰らなくっちゃ。